Congratulations! はじめに支配敗退。 表彰状、支配、御嶽海久志、右は令和4年1月場所において、成績優秀により、試合にその名を刻し、長く名誉を表彰する、令和4年1月23日、公益財団法人日本相撲協会。 総理大臣杯、並びに賞状が、八角理事長より授与されました。八角理事長が、それを受けてということに。総理大臣杯、並びに賞状が、大学総理大臣杯に、その名を刻し、長く名誉を表彰する、申します。空気も変わるでしょうか。総理大臣杯、並びに賞状が、大学総理大臣杯に、その名を刻し、長く名誉を表彰する、申します。空気も変わるでしょうか。総理大臣杯、並びに賞状が、大学総理大臣杯に、その名を刻し、長く名誉を表彰する、申します。空気も変わるでしょうか。総理大臣杯、並びに賞状が、大学総理大臣杯に、その名を刻し、長く名誉を表彰する、申します。空気も変わるでしょうか。そういう意味では今場所、師匠も言っていた通り落ち着いた相撲が取れていた
チがありましたが、15日間の左側がお母さんの割が聞いたさんですが、いつも見ても明るいですね。これから、準備ができ次第、ここで御嶽海優勝力士インタビューであります。インタビューは NHK 船岡久嗣アナウンサーであります。それでは優勝インタビューです。3回目の幕内最高優勝、御嶽海関です。おめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりに賜杯を手にして、その感触はいかがでしたか？いや、やっぱ自分には重たいなと思いました。単独の先頭で迎えた今日の千秋楽、どんな思いで迎えましたか？いや、もう自分の相撲を取る、それだけ思っておりました。立ち合い、どんなことを考えて土俵に上がりました？もう一生懸命行くだけでした。特にも考えずに正面からしっかり当たって、あとは動いて、動ききれば自分が勝てると思いました。勝った瞬間どうでした？いや、嬉しかったです。久々の皆さんの歓声、嬉しかったです。家族も見ている中での優勝でした。ご家族も末席で喜んでいましたが、どうでした？そうですね、はい、ありがとうございます。振り返ると、この初場所の15日間、どんな15日間でしたか？いや、長かったです。はい、あの、勝ってるときはいつも15日間短いなと思ったんですけど、今場所すごく長く感じて、いや、精神的に持つかなと思いました。どんなプレッシャー、そして重圧を感じていたんでしょうか？やっぱり僕の目標である2桁、それを、2場所連続取るっていうことを置いてたんで、前場所11番で、今場所2桁以上取りたいって、そういうの思いが強かったですね。ということは、あの、後半戦相当な重圧の中で戦っていたわけですか？そうですね、でもすごい楽しめました。プレッシャーを楽しむことができました？そうですね、後半の方がいい相撲取ってたのかなと思います。大関の地位へという、そういった重圧というのはどうだったんでしょうか？いや、ものすごい皆さんの期待があるんで、期待をしっかり応えたいっていうのはありましたね。つい先ほど情報が入りました。臨時理事会の招集が決まりました。大関昇進に向けて話が進んでいくということになります。これを聞いてどうですか？そういう経験できることじゃないんで、素直に嬉しいです。大関候補と言われ続けて、ここまで長かったんじゃないですか？長かったですに一番最初に報告しましょう。そうですね、まずは
両親に報告したいです。ミシシマールサゲンゴ、大変な15日間だったと思いますが、来場所、春場所は大変な注目を集めてまた臨む場所になると思います。どうでしょうか。皆さん注目してみてください。本当におめでとうございます。ありがとうございます。御嶽海関でした。Congratulations. Yes. 臨時理事会招集の一報を聞いた直後、言葉が出てきませんでした。長かったという言葉がありましたが、北口さん。